7月9日火曜日の高野文夫のマイビデオダイアリーをお届けいたします。今月はですね、奇数日に発信いたします。偶数日じゃなくてですね、私は2日おきに、マイビデオダイアリーを発信いたして、もうすでに5年目に入ります。今日はですね、我々人間は、現代人は全然分かってないんだよというお話をしたいと思います。後でですね、群毛象を撫でるという逸話をですね、例に出して、お話しますが、今日はどういうお話かと申しますとですね、ホーキング博士は世界一の宇宙物理学者でしたが、最近亡くなりましたけど、ホーキング博士はこう言って亡くなってるんですね。私たち人類は物理とかですね、宇宙とかを相当研究して、科学的に、ほとんどの真実を見定めたようなことを言ってるけど、実際は 4% 以下しか分かってないよ、宇宙の真実はもっともっと大きいものだよということを言ってってるんですね。だから 96% 以上は未知の世界の中に生きているということです。我々人間、生きるということ、人間そのものもですね、未知の生き物だということです。またですね、脳科学的にもですね、よく調べてみると、私たちが今意識的に生きてるんですが、顕在意識というんですけれども、それも 5%、 95% は潜在意識で我々は動かされていてですね、果たしてその潜在意識の、そのメカニズムはですね、一体どうなってるかというのは分かってないらしいですね。前によってはこの現世界ではなくて、その死んだ人が行くような世界ですね、わけのわかんない世界からの影響なんかもあるんじゃないか、あるいは地球外、宇宙からの影響なんかも我々の脳にですね、まあ、バイブレーションとかそういったわからない伝達物質で、我々は動かされているんじゃないかということなんですね。だから我々は分かったつもりでも全然分かってないということをですね、意識しなければいけないと思います。じゃあですね、先ほど申し上げました群毛象を撫でるという逸話をお話したいんですが、これは中国の古いお話ですが、共鳴王という王様が、偉い王様がおられたそうです。その王様がですね、かわいそうだからと言ってですね、目の見えない人たちを集めて象を触らしたそうですよ、サービスでね。そうしたらですね、その何人か その目の見えない人たちが各部位を触って、議論を始めたそうですよ。足を触ったものは象っつうのはでっかい柱のようなもんだ、尻尾を触った人はですね、ぶっとい縄だ、腹を触ったものは太鼓だ、脇腹を触った人はもう全く壁のような生き物だ、頭を触ったものは大きな石だ、耳を触ったものは大きなうちわだ、牙を触ったものは大根だ、鼻を触ったものはですね、ふっとい縄だったと、こう言ったと。そしてですね、その目の見えない人たちがですね、いやー、私は柱だと思う、私は縄だと思う、いや太鼓だと、議論が進んで大喧嘩になったっつうんですよ。俺の理屈が正しい、俺は見たんだ、俺は触ったんだと、要するに自己主張でですね、大喧嘩になったと。でこれはものすごくですね、現代社会に似てて、インターネットのこの今の時代はですね、いろいろな理論をですね、主張してですね、私の理論が正しい、お前の理論はおかしい、あいつの理論はバカだとか利口だとか、結局この群毛目の見えない人たちの集まりなのに、結局自分の理論に酔ってると。そしてですね、それを傘に着てですね、喧嘩をし、それが講じると戦争までやってると、それが人間なんだと。最終的にはこの共鳴王はですね、目の見えない人たちを集めてこう言ったっつんですよ。お前らの言ってることはみんなですね、局所的なことを捉えて言ってるだけなんだと。もっと対極的にものを見れなくちゃダメだと。大宇宙の中の自分という対極的な見方をしなさいと。
そのためにはお前ら仏教を勉強しろよと言ったというオチがあるんですね。はい、今日はですね、私たちは分かってるようで全然分かってない、分かった気になっていろんな人を批判したりですね、俺が正しいと言ってるということなんだという反省をしなさいというお話でした。今日もお聞きいただいてありがとうございました。今日は長くなりました。すいません。外のですね、いつものように綺麗な景色をバックに、綺麗な音楽をバックにお話しようと思いましたが、私は今ですね、足を痛めてまして歩けませんので、家のですね、オフィスから発信いたしました。今日もお聞きいただいてありがとうございました。さようなら。